眼科医の平松です。今日は、眼科医がおすすめする、おすすめの、入浴方法、お風呂の入り方についてお話しようと思います。今日の動画を見ていただけると、緑内障をメインとしながらも、他の目の病気があるとか、はたまた、目を健康に保ちたい方が、どんな風にお風呂に入ればいいのかな、っていうことについて、知れるので、ぜひぜひ最後まで見ていただければと思います。こんな感じで目の健康情報とかいろいろアップしてるんで、チャンネル登録いただければと思いますし、はたまた、メールマガジンというのを出していて、それを登録いただけるとここではちょっとお話ししにくい情報もあるので、概要欄で登録お願いします。ということで、お風呂入った時に目にいい方法、そしてちょっと注意が必要な方法についてお話しようと思います。まずは1個目、論文からなんですけど、ロールオブヒートショックプロテインIn グラウコーマって言って、要は、緑内障の方、ね、目の病気ですね。で、これによって、ヒートショックプロテインが、目にとっていいのかどうか、ヒートショックプロテインって何っていうところがあると思うんで、ちょっとそこも含めてお話しようと思います。ヒートショックプロテインって何なのかっていうと、熱いお風呂とか、ある程度の、温度のお風呂に入ると、その熱の反応によって、体からある程度出てくるような、プロテイン、いわゆるタンパク質の一種ですね。で、そういうのが出てくることによって、心臓や血管にとっていいんじゃないかとか、長生きにいいんじゃないか、みたいな論文研究っていうのは今まであるわけです。ただ、もちろん、それも入り方の注意点とかもあるので、ヒートショックプロテインとかの、いわゆる本とか、いわゆるネットの記事とかもいろいろありますので、見ていただけるとわかりやすいですけど、そういう温浴方法が、目だけじゃなくてね、体全体にとっていいかもしれないねっていうのが、一応研究としていろいろあるんですよ。で、その研究は主にこのヒートショックプロテインが出ました。で、このヒートショックプロテインが出たことによってどう変わってますかっていうのを見るんですね。血圧だったりとか、血管の強さだったりとか、そういうのを見るわけですけど、今回私はあくまで目についてのお話、ヒートショックプロテイン以外にも、目にお風呂入った時にいい方法とかもご紹介しますんでね。ヒートショックプロテインに関して言うと、いいって論文と悪いっていう論文があって、どちらかっていうと悪いっていう論文の方が正直言うと多いんですね。今回の論文で言うと、ヒートショックプロテインの27っていうのが、あくまで動物実験ですけども、ラットですね。とかを中心とした、動物実験段階では、ちょっと目に対して、ダメージを加えるんじゃないかっていうふうに言われています。これはダメージって具体的にどうなのかっていうと、目の視神経、神経に作用してしまって、例えば緑内障であると視野に影響してしまうんじゃないかとか、細胞がダメージを受けてより悪くなってしまうんじゃないかっていうような研究があるわけですよね。で、これはもちろん緑内障だけに限るわけじゃなくて、目の炎症を起こすブドウ膜炎の病気であったり、色素変性症っていう病気であったりとか、何らか病気を抱える人にとって言うと、やっぱり目にとってはちょっと今のところ微妙だなっていうのが僕の考え方です。なぜかというと、まだちょっと議論が定まってないので、現状だとあんまり強めのお湯には入んない方がいいかなって思います。お風呂入るなじゃないですよ。じゃあどんぐらいがおすすめかっていうと、ヒートショックプロテインに関して言うと、積極的にヒートショックプロテインを使って、いわゆる健康を保とうみたいな場合って、40度以上っていうのが多いんですよ。お風呂のお湯の温度ですね。で、何分ぐらい浸かりましょうとかってあるんですね。もちろんのぼせないようにとか、それを注意してですよね。で、ヒートショックプロテインが出てくるのが、だいたい38度ぐらいからっていうふうに言われているわけなんですよ。って考えると、やっぱベストは38度ぐらいなのかなっていうのが今のところ考えるんですね。38度以上になってくると、ちょっといいのか悪いのか何とも言えないヒートショックプロテインが比較的産生されてしまって、目にとってはダメージを加える可能性があるっていうことになります。だから結論から言うと、38度のお湯が、いいでしょうっていうのが一つ目の話になりますね。二つ目に関しまして言うと、目を温めるのはいいでしょうってことになってきます。一つ目はお風呂の温度、だいたい38度にしましょう。二つ目は目を温めるっていうのは目の健康にとっていいですよってことになります。よく、メグリズムとかね、売ってるやつあるじゃないですか。あれもいいですし、よく私もテレビとか、いろんな雑誌の取材を受けた時に、電子レンジとチンとして目の上に温めるのを置きましょうみたいに言うんですけど、正直めんどくさいですよね。まして、買ってやるのってお金かかっちゃうじゃないですか。ってなると、代わりにお風呂の時って、さっき言ったように38度とか、そんなような温度になってるわけで、それで軽く絞っていただいて、目つぶって目の上に置いていただければ、それで温まっちゃうわけです。じゃあ、目が温まると何がいいのか。で、これも研究論文があって、
目を温めてあげると眼精疲労が効果的に取れるって言われてます。眼精疲労っていうのは、まあ、簡単に言うと目の疲れのひどいやつですね。目の疲れってひどくなると肩こり、頭痛とか体の不調も引き起こすってことが分かっていますので、まあ、それを取ってくれるっていうのが一つに分かっています。さらに、目を温めることは涙の状態も良くするっていうふうに言われてます。よく目が乾くドライアイっていうのは聞いたことあると思います。ドライアイかどうかあなたがチェックするのは一つの方法があるんで、ちょっと一緒にちょっとだけやりましょう。10秒あなたが瞬きを我慢できるかっていうのが一つのポイントになるんで、しっかりと目を開けて10秒我慢できるかちょっと一緒にやっていただければと思います。じゃあどうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございます。この10秒我慢できなかった人の場合って8割型ドライアイの可能性が高いんですよ。じゃあなんでこうやって目を開けられなかった方がドライアイの可能性が極めて高いのか、そしてそういう人がどういう対処をすればいいのかってことなんですね。ドライアイって目乾くって思わなくてもゴロゴロするとか見づらいとか、なんか充血するとか、いろんなことを引き起こしてしまうわけなんです。でその時に涙の量が足りない方ってあんまりいなくて、多くは涙の質が悪いんですね。涙って目に出た後目を守ってくれるんですよ。目をピカッとこう開いてても開いて見えますよね。これは涙が一面張ってるから乾燥しないで済んでいるわけなんです。その時涙って水とか油とかムチンとかって言われる、いくつかの成分でできてるんですけど、水が足りないというよりは油が足りないことも結構多いんですよ。ってなると水だけだとすぐ乾いちゃいますよ。ってなると目を開けてても乾いたっつって瞬きしたくなっちゃうっていうことが起きます。じゃあ一方どうやって油を出してしっかり目を開けていられるようにするかっていうと、温める方法なんですよ。温めてあげるとまぶたから油って分泌してくるもんなんで、温めてまぶたから油が分泌して涙の質が改善していくっていう風になります。そうしてあげると視力も上がる。視力って言っても実用視力って言って普段すごく見やすくなってくるってことが分かっています。はたまたドライアイが改善すると生産性が上がる。仕事だったりとか勉強だったりとか、普段の趣味とかもしっかりとできてくるっていうことも分かるので、しっかりと温めていただくことはあなたの目の健康にとっていいので、基本的にはお風呂に入るときにはおすすめっていう風になりますので、温める。じゃあどんぐらいの時間やったらいいの。ベストは5分ぐらい、めんどくさい人の場合はせめて1分ぐらいやっていただけるといいので、軽く絞ったタオルですぐ冷たくなっちゃう、そういう時もあると思います。そしたらもう1回絞って大体5分ぐらいやっていただくっていう風にすると目にとってはいいのでおすすめになります。じゃあ3つ目のお風呂の入り方になります。これは血圧の差をあんまり作らないためにシャワーでお風呂を入れるっていう方法です。もちろん浴室の暖房とかそういうのがある方の場合は別にそれでいいんですけれども、お風呂の要は湯船はね38度とか40度とか、ある程度温度あるわけじゃないですか。でも入る前の空気って、要は室温と一緒なわけで20何度だったりするわけですよ。この差が激しいと血圧の差がすごく出るわけです。急に暑いところに入るわけで血管がキュッと収縮してしまう。それは緑内障、血流の悪いのがダメージ良くない人にとっても良くないですし、網膜色素変性症だったり、いろんな病気に対しても基本的には良くないわけです。糖尿病、網膜症も含めてですね。ってなってくると、もちろん近視とか遠視とかそういうね、目にとっての老眼とか、そういう方にとっても比較的それは重要になってくるわけなので、なるべくシャワーでお湯を入れていただくと、そもそも、浴室の温度がある程度になってきますよね。ってなると、あんまり温度差が出なくなるので、血管が収縮して血圧がすごい上がったり下がったりとかしづらいので、これはおすすめになるので、ぜひぜひやっていただければなっていうふうに思います。他にも、瞑想っていうのもおすすめで、これはね、追加っていう感じなんですけど、他の動画で、緑内障の方はぜひ瞑想しましょうみたいなことはお話ししてあるんですけれども、瞑想っていうとちょっととっつきにくいって人もいると思いますけど、今自分が何を感じているのかとか、呼吸にだけを注目して、さっきの目温めるのをやりながら、ついでに
1分とか5分とかやっていただけるっていうのは、まあ、これも効果的な方法なんで、まあ、ついでのおすすめっていう感じに思います。まあ、こんな感じでお風呂の入り方とかシャワーの浴び方って、まあ、結構人によってまちまちだと思うんですよ。例えば朝浴びる派の人もいれば、夜浴びる派の人もいれば、まあ、私こういう風に入ってるんですとか、こんな風にやっちゃってるんですけどいいんでしょうかとか、まあ、皆さんで共有できると、それを他の方も知れるし、私もあちょっとそれは気をつけた方がいいですよとかお話できるので、まあ、よろしければ皆さんの、まあ、こだわりのというか今やってるお風呂の入り方とかあったらコメント欄に書いてくだされば幸いです。いろいろ私もコメントしようと思います。で、今日お話しした内容を3つもう1回まとめようと思います。1つ目はヒートショックプロテインをことを考えると、まあ、大体38度ぐらいがおすすめですね。まあ、40度ぐらいまではまあいいと思うけど、まあ、38度ぐらいがおすすめになります。2個目、温めるのもすごくいいです。ですから、せっかくお風呂入ってるんだったら、体だけじゃなくて、目も温めてもらうことが、あなたの疲労とかを取ったり、ドライアイにもいいし、まあ、緑内障を含めいろんな病気に対しても効果的と考えてください。3つ目は温度差を作りたくないので、浴室もある程度温めた方がいい。そのため、シャワーでお風呂にお湯を入れるってことは気をつけていただけるといいと思います。まあ、こんな感じで、日常できる目にいいこととか、まあ、いろんなことをアップしてきますんで、目にいいのこれどうなのっていう日常生活の疑問質問ありましたら書いていただければお答えしていきますんで、まあ、ぜひそれもコメント欄に書いていただければと思います。よろしくお願いします。